こんにちは、高橋優です。今回はですね、他のルーティン動画とかではなんとなく紹介したことがある、私が日頃日課としてルーティーンとして行っている朝ランがあるんですけど、それについてもうちょっと詳しくお話ししたいなと思っています。朝ランするときに気をつけてることとか用意するものとか、そういうことを詳しく紹介できたらいいなと思います。それではどうぞ。まあ、まずやっぱり何が何でも外せないっていうのは、やっぱ朝ランだからやっぱ日差しも強いので日焼け止め必ずしていきます。いつも朝ランするときに使っている日焼け止めはこれです。ラロッシュポゼのプロテクショントーンアップローズ。朝起きたらとりあえずまず一塗りするんですけど、また朝ラン前にもう一回ちょっと重ね付けをしてます。そして走る前に必ず飲んでいるのが、ホットコーヒーにグラスフェッドバターを混ぜて飲みます。混ぜます。なんでコーヒーにグラスフェッドバターを混ぜるかっていうと、こうすることでより脂肪の燃焼を高めてくれるみたいなんですよ。なのでこれはもう3年前ぐらいから朝ラン日課なんですけど、必ず朝走る前には飲むようにしています。美味しい。ゼンちゃんはね、もう保育園に行きましたよ。逆効果。コーヒーを飲みながらストレッチをしていきたいと思います。走る前にちょっとこう張った体をほぐすっていうのが大事かなと思って、ちょっと体をほぐしてから走ってます。張ったまま走っちゃうと余計なところに筋肉がついちゃうイメージがあって、こうします。このストレッチポールとかこういうローラーを使ってほぐします。うわ痛い痛い、外ももが張りやすくて、走る時にもうここが張ってると走りながらこの外ももが発達しちゃうなっていう気がするので、ここをほぐします。本当に朝走ると一日の調子がいいんだよな。外ももやったらその裏ももとかもほぐす。こうやってふくらはぎも。これやるだけで結構むくみも取れます。前ももも痛いで、これ痛い痛い痛い、ここが張りやすいよな。特に走ってると張りやすいから、ちょっとここの筋肉の力を抜く感じ、ちょっと逆光やろ逆光やけどいい。ローラーでほぐした後は軽く動的ストレッチをします。心臓から遠い部分からこうストレッチを動かして徐々に体を慣れさせていくといいらしいです。私サブ4っていうランニング番組を以前やらせてもらってて、その時のコーチが教えてくれた動的ストレッチを走る前にいつもやってて、それを今もなるべく続けてます。走る前はなるべくこういう動きのあるストレッチをした方がこう心肺がこうだんだんこう活性化されてみたいです。ちなみに今日のランニングウェアこんな感じです。この上に着ているこのジャケットはスポウトフィットネスのジャケットです。今日はまだ外が寒いのでナイキのダウンベスト、これ1枚でだいぶあったかと、リーボックのレギンスです。結構今まではこう全部一つのブランドでっていう風に固めてたんですけど、
まあいっかなと思って今はいろんなブランドを合わせてきてます。よし、じゃあコーヒーも飲み終わったので今から走りに行きたいと思います。走りに行くときにまず必須なのはウォッチ、アップルウォッチでランニングのタイムとかペースをこれで確認して、イヤホン、寒いからネックウォーマーをしていこう。さあでは走りに行ってきます。ちょっと桜が咲いてて綺麗だった。行くぞ。帰ってきました。街、畑基博さんが流れてる。癒される。ただいま。歩こう。帰ってきたら必ず水分補給。うわ、走ったな。今日の中の T シャツは浦部兄弟のグッズ T シャツ。走る前のストレッチは動的ストレッチで結構こう反動をつけてやるストレッチやったけど、帰ってきてからのストレッチはゆっくり伸ばすのがいいとのことです。汗かいた。今日は40分走りました。ペースはすっごくゆっくりですね。普段はほんまに息切れしないぐらいゆっくり、歩いてる人とあんまペース変わらないんじゃないかぐらいのペースでジョギングペースで走りました。でコースは今すっごい桜が綺麗やったから、えっ花粉、花粉症なので桜が見えるコースを今日は走りに行ってました。ジムにも通ってるんですけど、ジムではウェイトトレーニングとか無酸素運動をすることが多くて、走るのは外を走ることが多いです。緑道とか公園とかに行って走ると信号がなかなかなくてずっと走り続けられるので、そういうところを見つけて走りに行って、走る時のモチベーションはいつもヒロ君と走る時とかは走り終わった後にカフェに寄って大好きなカフェラテを飲んで帰ってくるっていうのがルーティンなんですけど、今日は一人やし寒いかなと思って財布も持たずに出てきちゃったから行けなかった。走ってたら暑かったから行ったらよかったな。で帰ってきたらもう一回ローラーでまた足の張ったところとか背中とかをこれでほぐします。あ、花粉がやばいな。もう走ってる時そうでもなかったのに帰ってきたら俳優。で、一人で走るときは必ずと言ってほど
音楽を聴くんですけど、音楽大好きなので、そういう時にイヤホンなので必ず持ち歩いてるんですけど、これ私が気をつけてたの、これね、これはスウェーデンのストックホルムのブランドの VSC っていうブランドのトゥルーワイヤレスイヤーパッツ FW20 っていうイヤホンなんですけど、これかっこいいでしょ。これ実は防水なんですよ。何がいいって、だからこう走ってる途中に雨が降ってきたりとか、汗で結構ビチョビチョになっちゃう時もあったりするんですけど、そういう時も安心なのがすっごい良くて、かつコンパクト、すごいスタイリッシュなのがすっごいお気に入りなんです。なので私は走る時はもちろんなんですけど、家でパソコンで作業する時とか音を出さなあかん時にこれつけてやったりしてるんですけど、私が使ってるのはブラックなんですけど、じゃじゃじゃん、ネイビーブルーとネオンピンク、3色展開で、私のお父さんとお母さんともよくテレビ電話したりとかするので、お母さんがピンク好きやし、お父さんブルー似合うし、これを両親にプレゼントしようかなって思います。久々の親子で色違い自分は子供できてからさ、こういうことを子供がしたら嬉しいよなっていうのをすごい考えるようになった。喜んでくれるかは知らんけど、ちなみに日本にはまだあまり入ってきてないから、かなりレア、かぶり率が低くておすすめです。楽天市場で販売されているので、もし気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。お揃いにしましょう。というわけで、無事に走り終わってストレッチもできたので、これからシャワー浴びて支度をして午後仕事に行きたいと思います。今回は私の朝ランのルーティーン、気をつけていることとか準備しているもの、いつも取り入れているものを紹介してみました。いかがでしたか？走るとすごい心も元気になるし、運動って運を動かすって書くぐらい、体を動かすとすごく気持ちがポジティブになる気がするので、ぜひ皆さんも朝ラン取り入れてみてくださいね。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムとツイッターもやっているので、そちらもぜひ概要欄からチェックして遊びに来てください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。